体の炎症値を把握することは筋分解を抑えるために必要である。皆さんこんにちは、論文で解決チャンネルのお時間です。さあ本日は筋分解率を測定する方法ということで、自分の炎症レベルを評価し最小限に抑える方法を解説していきます。通常体内の炎症レベルを評価する方法として血液検査がありますが、保険外で行うとするとだいたい10万円から15万円ほどはしますので、本日はただで自分の炎症レベルが評価できる方法をカロリンスカ研究所の論文をもとに徹底解説していきます。自分の炎症値、筋分解率を把握し、より筋合成を進めたいっていう方はぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。まずはそもそも炎症とは何なのかです。基礎的な部分ですが、これがわからないとこれからする話の理解度がかなり落ちてしまいますので、わかりやすく簡潔にお伝えしますのでお付き合いください。通常我々の人間の体というのは、傷がついたり異変が起きた時には免疫が働き、自分の身を守ろうとする働きが起こります。これを炎症と言いまして、例えば切り傷ができた時に時間が経過すると傷の周囲が赤くなったり腫れたりします。これは短期的な炎症であり、傷ができたことによって免疫系が反応し傷を治療する反応となります。このような短期的な炎症であれば自分の身を守るための正常な反応であり全く問題はないんですが、これが長期になると体への反応は全く変わってきます。長期的な炎症、つまり慢性炎症というのは常に体が炎症状態にありますので、免疫系が常に反応し炎症を抑制すべく正常な部分までも傷つけてしまうんです。これによって筋肉が傷ついてしまい、筋タンパクの分解率が上がってしまうんです。筋肉が大きくなる反応というのは筋タンパクの合成が分解を上回った場合にのみ起こりますので、体が常に慢性炎症状態、つまり筋タンパク質を分解している状態にあれば、どれだけ良質なトレーニングをしようが、どれだけ良質なタンパク質を摂取しようが、筋タンパクの合成は起きず筋肉が肥大することは一切ありません。リオグランテドスル連邦大学の研究によれば、体が慢性炎症状態になることによって糖尿病のリスクが大幅に上がり、癌の発症リスクを上げることも示唆していますし、2015年の慶応義塾大学の研究では、アンチエイジングで最も重要なのはテロメアなどの遺伝的な要素ではなく、どれだけ炎症を抑制するかにかかっているっていうデータも出ており、体の炎症を抑制することが体を健康に若々しく、そして筋肉の健康を保つ上では一番重要だということが分かっているんです。ではこんなめちゃくちゃ重要な体の炎症状態ですが、どのようにして自分の炎症というのをチェックすればいいのでしょうか。冒頭でもお伝えした通り、通常病院での血液検査では CRP と呼ばれる炎症が起こると血中に増加するタンパク質の値をチェックしたり、インターロイキンと呼ばれる免疫に関与する細胞から分泌される分子の値を確認したり、 TNAα 赤血球沈降速度のデータを確認したりするんですが、どうしても保険外で検査をすると10万円から15万円ほどの値段がかかりますので現実的ではありません。なおかつ体の炎症状態というのは日によってや週によっても大きく変わりますので、血液検査でのデータが現在の体の炎症値とマッチしているのかと言いますと疑問が残ります。なのでここからはスウェーデンのカロリンスカ研究所から発表された論文をもとに、無料で自分の体の炎症値をチェックできる科学的な評価方法というのをご紹介していきます。今すぐに実践できる方法ですので、ぜひ最後までご覧ください。スウェーデンのカロリンスカ研究所から49,321名の被験者を対象にして、体の主観の体調の状態と血液検査での炎症マーカーの関連を確認するという研究が発表されました。要は 49,321 名の被験者に、今現状の体調はとてもいい、いい、普通、悪い、とても悪いのアンケート調査に答えてもらって、その主観の体調状態と血液検査での炎症状態はどのくらい関連しているのかを分析した、単純ですけどとても面白い研究になります。被験者の数が多いことから信頼性が高い、とても貴重な論文です。でもう早速結果なんですが、実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、主観での健康状態と血液検査での炎症状態には強い関連があり、今現状自分の体調が悪いと答えた被験者ほど
実際の炎症マーカーも高く、体の炎症値が高い傾向にあったという結果でした。また感情のコントロールと体の炎症値も強い関連が見られ、最近落ち込みやすい方だったり、すぐに怒ってしまう方っていうのも、体は炎症状態にあるという結果でした。なんとなく肩透かしなデータで当たり前だろって思う方も多いかと思いますが、自分の現在の主観的な情報と血液の客観的なデータがマッチしているっていうことなので、これ以上に使える検査法はありません。今現状疲れているって感じているのであれば、それは気のせいではなく、実際に体は炎症状態にあるということなので、その状態のまま筋トレをしたとしても筋肉は大きくなりませんし、逆に筋分解率が上がり筋肉は萎縮してしまいます。なおかつ体の炎症状態のまま運動してしまうと、より炎症が進んでしまいますので、今現状の体の状態を評価し、休息を与える必要があるというわけです。感情のコントロールに関しても、2018年のライス大学の研究によれば、最近悲しみを感じることがあった被験者というのは、コントロール群と比較し平均で 17% も炎症レベルが高く、悲しみのレベルを客観的に評価したデータでは、悲しみのレベルが高い群というのは高くない群と比較し平均で 54% も炎症レベルが高かったというデータが出ています。研究者からは、感情と炎症レベルは密接に関係していることを述べていまして、感情のコントロールがうまくいかない方、特に悲しみの感情を持っている方っていうのは、体の炎症レベルもそれに伴って高くなるということですので、感情のコントロールも炎症の評価に使えるというわけです。つまり自分の体調を自分で問いかけることによって、現在の自分の筋分解率を把握することができますし、感情のコントロールがうまくいかない方は、体が慢性炎症状態にありますので、筋トレではなく休息を取る必要があります。体が炎症状態のままトレーニングをしても筋肉は大きくなりませんので、自分の主観的な評価をもとに休息を取るようにしましょう。それでは最後、ここからは体の慢性炎症状態を進めてしまう絶対にやってはいけない行動というのを一つだけご紹介して終わりにしたいと思います。炎症のトリガーはたくさんありますが、これから紹介する行動は 100% 体を慢性炎症状態に陥らせてしまいますので、必ず避けるようにしましょう。論文で解決チャンネル。体の炎症状態を 100% 進行させてしまう行動、それは睡眠不足です。当たり前だろうって思うかもしれませんが、睡眠不足、これ実は想像以上に筋肉にとっては悪影響なんです。2020年にビクトリア大学から24名の男性を対象にして、睡眠不足によって筋タンパク質の合成にどのような違いが生まれるのかの研究が発表されました。研究の方法は至って単純で、1日8時間睡眠と1日4時間の睡眠で4日間の追跡調査を行い、摂取カロリーや摂取タンパク質量は同じ条件にして分析が行われています。要は睡眠時間によって筋肥大にどのような影響が生まれるのかを、短期間ではありますが食べ物や運動量を同じにして調査がされたというわけです。そして結果としては、実際の論文の表を出すとこんな感じになっています。8時間睡眠と4時間睡眠を比較すると 19% 筋タンパク質の合成が下がっていたという結果で、睡眠不足になると筋肉がつきにくくなってしまうことが分かっているんです。この研究では、4時間睡眠プラス高負荷な訓練を行えばタンパク質の合成が下がらないという知見も出ていますが、実際に睡眠不足のまま高負荷な訓練を行うと、ほぼ 100% 体調を崩してしまいますので、実用的ではありません。つまり睡眠不足というのは程度に差はあれど、確実に筋肉をつきにくくすると言っても過言ではありません。そして筋肥大という側面だけじゃなく、筋力増強という面でも悪影響をもたらすことが、2018年のディーキン大学の研究で明らかになっているんです。この研究はレビュー論文といわれる研究デザインで、過去に行われた睡眠と筋力に関する研究17を分析し、結論を導き出すという信頼性がとても高い論文になります。結果としては、当然ですが筋タンパク合成だけじゃなく筋力も低下することが分かっていまして、特に二関節筋と呼ばれる大きな筋肉ほど睡眠不足による影響を受けやすいことが明らかになっているんです。もともと2011年のチャールズ・スタート大学の研究によれば、
睡眠不足によって筋内のグリコーゲンが減少することが言われていまして、筋グリコーゲンが減少するということは筋力を発揮するためのエネルギーというのが枯渇するということなので、大量の筋グリコーゲンを必要とする大きな筋肉ほど筋発揮率、つまり筋力が弱くなってしまうというわけです。2012年の研究では、睡眠不足の方の筋トレというのはしっかりと睡眠時間をとっている方と比べて、知らず知らずのうちに総負荷量が減少することが分かっていまして、筋ボリュームの観点から見ても筋肥大を遅らせることが分かっています。つまり筋力増強、筋肥大という側面から見ると、睡眠不足に陥ることは筋肉を小さく弱くしてしまう最悪の行動だということです。そして筋肉の問題だけではなく、睡眠不足というのは体組成までも変化させてしまうことが分かっているんです。2010年にシカゴ大学からダイエットの効果について睡眠時間別で分析をした研究が発表されまして、驚きの結論が出ています。研究の内容としては至って単純で、被験者を毎日 8.5 時間睡眠をとるグループと、毎日 5.5 時間しか睡眠をとらないグループに分けて、14日間の減量生活を送ってもらい、14日後の体重、脂肪量、筋肉量はどう変化するのかの調査が行われました。どちらのグループも運動量や摂取カロリーは統一して調査が行われたんですが、結果としては実際の論文の図を出すとこんな感じになっていまして、どちらのグループも同じぐらい体重は減少しましたが、その内容が問題で、 8.5 時間睡眠では脂肪量は 1.4kg 減少、筋肉量は 1.5kg 減少という結果でしたが、睡眠時間が短い 5.5 時間睡眠のグループでは脂肪量は 0.6kg しか減っておらず、筋肉量が 2.4kg も減少していたという結果でした。つまり睡眠時間を削ることによって脂肪ではなく筋肉が小さくなりやすいというわけなんです。2018年のウプサラ大学の研究でも、睡眠不足によって体はタンパク質の分解を促進するだけではなく、脂肪の蓄積を増やす悪いタンパク質が増加するというデータも出ていまして、睡眠不足によって筋肉がつきにくくなるだけじゃなく、脂肪の蓄積を促進してしまうんです。その他にも睡眠時間を削ることによって筋肥大に重要な男性ホルモンであるテストステロンが大幅に減少するということも分かっていまして、特にこのホルモン変動は20代から30代の若い世代に顕著に起こりやすいということも明らかになっているんです。睡眠不足によって筋肉がつきにくくなるだけじゃなく、筋肉は弱くなり脂肪は蓄積しやすくなり、ホルモンまでもが変動してしまうというわけなんです。よく睡眠不足によって脳機能が落ちるなんていう話がありますが、実は体の慢性炎症状態を進めてしまい、筋肉にとっても悪影響をもたらしてしまうというわけです。体の炎症状態に注意して睡眠不足だけは避けるようにしましょう。自分の体の炎症を最小限に抑えることは筋肉をでかく強くするために必ず必要ですので、日々のライフスタイルを整えながら筋トレに励んでいきましょう。それでは本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。